さん、はい、J-COM からお届け札幌ジーンズ館。ありがとうございます。皆さんこんにちは。こんにちは。札幌でご活躍の方を月曜から金曜の毎日ご紹介しております札幌ジーンズ館 .tv、 私案内人の福津京子です。そして今日のゲストはレトロスペース坂会館館長の坂和隆さんです。坂和隆です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、今日はですね、私は J-COM のスタジオを飛び出しまして、西区24軒3条7丁目にありますレトロスペース坂会館にお邪魔をいたしました。ここはまあ本当に最近というとなんですけれども、私は今年になってからものすごくいろんな、まあ、ネットとかいろんな情報で、こちらが話題になっているのを目にする機会が増えました。場所的には何年ぐらい前からあるんですか？ここの場所はですね、うん、もう25年はやってますからね、はい、はい、もう25年もやってるんですね。そうですね、はい、うん、じゃ あのこちらの場所のご紹介も兼ねてですね、今日も3つのキーワードで伺っていきたいと思います。今日はこちらになります。じゃん、じゃん、骨董品から始まった場所じゃない人生劇場で生活費を稼いだ、レコード鑑賞会は25年やってます。はい、今日この3つのキーワードで伺ってまいります。お付き合いいただいてありがとうございます、はい、ここはあのそもそもどういうふうに出来上がった場所なのかというところから教えていただいていいですか？うん、うん、まあ、あのずっと昔はね、はい、まあ、ここはあのレストランと、うん、それからあの結婚式場だったんですよ ね、 2階はね、結婚式場があり、そう、私子供の頃レストラン来たことありますよ。あ、そうですか、うん、で古くなったんでね、はい、まあ、物置になってたんですよね、うん、でそれを結局どうしようかってことで、うん、当時のここの大取りだったね、はい、あの地と相談したんですけども、うん、まあ、あの人に貸すかね、うん、ないしは自分たちで駐車場でもやろうかっていう意見もあったんですけども、うん、結局ね、それでは芸がないということで、はい、今のような形を、うん、まあ、やることになったんですよね。うん、はい、なんかステップスペースで人に貸しちゃうのちょっと芸がないなと、そう、自分たちで何かやってみよう。そう、最初はどんなもの並べたんですか？最初は何も物がないですからね、うん、私の個人的に持っているもの、はい、父の持っているもの、はい、母の持っているもの、それから妹がまだ一軒来て生きてましたからね、妹の持っているもの、うん、そういうところから始まりましたね、はい、お父さんはなんかカメラがお好きだったそうですね。そうですね、父はあのカメラはすごく好きで、戦争前からねカメラを自分で写してましたね。で父が出してくれたのは、はい、あの昭和22、3年頃で、はい、だいたい輸出用に作ったキャノンのカメラで、はい、当時の値段で10万当時で10万円、だから多分、まあ、裏渡りで言えばね、はい、土地が100坪買いました。だから父は400坪買おうから300坪に我慢してね、その100坪のやつをカメラに考えて結局カメラ買ってしまったんですね、はい、すごいカメラだったんですね。そうですね、まあ、多分本当にすごいカメラだったと思いますね。でそれが飾ってあったんですけど、はい、盗まれました。盗まれちゃったんですってね、心ない。なんかこの辺にあったそうでね。そうですね、ちょうどこの後ろ部屋に飾ってあったんですって。ガラスのケースのね、はい、ガラスを破ってそして盗んでいきましたね。残念なね、そういうことがあの意外とあった。で盗まれたといえば、うん、館長のものも随分盗まれちゃったって。そうですね、はい、例えば私が持っていた、うん、万博の時のね、はい、太陽の塔のミニチュアですね、当時のものですけどね、それを盗まれましたね。それからあの南極で生き残った太郎とか次郎のね、うん、犬の置物があったんですけど、うん、それも盗まれましたね。ららららら、もう本当に盗まれたものをあげていくとキリがないですけどね。私が一番ショックだったのは、私ね、あのお芝居好きなんですよ、芝居好きなので、あの寺山修司ものが結構あったらしいんですよね。そうですね、あの寺山が直に渡してくれたものもあったんですけどね。あの知り合いだったんですか？まあ、知り合いってことじゃないけど、私と寺山はあんまり考えが違うんですけどね、あの彼が私に渡してくれたものは、うん、ほとんど盗まれました。どんなものがありました？例えばあの天井桟敷がやったパンフレットというですね、あ、
たまたまあの本の間に挟んであった寺辺が私にあの 見に来てくれって言ってた、うん、あの招待券は残ってたんで飾ってありますけどね、うん、まだねあの寺辺グッズがねやっぱ随分ファンの方からねあの心ない方からちょっと盗まれちゃったのもあるんだけど一つだけ残ってんだよって言われて見せていただいたのがそのチケット。そうですね、寺辺さんからこれ見に来てよって言われて渡されたチケットらしいんですね。寺辺はね本当にあの、うん、客席を無視してね、うん、あのばらまいてましたからね300人ぐらいのところももっとそう400、500って出しましたね入りきらないでしょ、したらいやちょっと今日は満杯だから明日来てくれって言ってましたね私が見て感心したのはね、うん、お客さんが見に来るでしょう、うん、そしたらみんな最後終わったら帰るじゃないですか、うんうん、その時に、ね、言うんですよ、あんたうちでお芝居やりませんかって。ああ。いや私じゃないです、私はやりませんけど、ね、私じゃなくて他のお客さんやってたそうな感じがする。そしてそれから他にもね、うん、例えばあのいや芝居なんかって言ったらね、うん、じゃあ大道具やりませんかって常にね、うん、お客さんにアプローチをして、うん、つまり彼が言うのはね、うん、要するに私のところに見に来てくれる人たちというのはね、うん、文学だとかね、うん、そういうところに来る人と違うから、うん、ただで返すことはできないってそうですか、そうやってあの増やしていったんですね、あれは。それだけは感心しましたね。今もね、お芝居は、まあ、たまに見に行くことはあるけどね、うん、寺山みたいにね、うん、アプローチする人はいないですね。ただで返さないと、お客はね。なるほど。あの元々骨董品から始まった場所じゃないというね、一つ目キャッチコピーにさせていただきました。随分その古いものがたくさんあって、あといろんな方がこう寄贈したり、あとの館長自らあの例えばゴミステーションからあの拾って歩いたりと、そんなものも集まってるんですもんね。はい、そうですね、うん、今あの撮影させていただいてるちょうど目の前にマネキンが2体あって、はい、あれがなんかことの始まりみたいな。そうですね、あの、まあ、たまたまね、うん、私が電車に乗ってたらね、はい、あのまあ、あのシルバーシートみたいのがあるんですけどね、うんうん、その時に、うん、あの座ってるおばあちゃんが、うん、私にね座らんかと言ったんですよね、うん、で私はねいやここに座る年ではないと心の中では思ったんだけどね、はい、しかもおばあちゃんがね、あの混んでるからね、あんたが一人座ればこの中が楽になるよと、うん、そして立ってる人の中ではね、うん、あんたが一番年寄りだと言ったわけ。それで私初めて座ったんですけどね、それで私もじいさんに見えるのかなと思ったんですよね。でその後にあのゴミステーションの前を通ったら、当時の札幌っていうのはあのゴミステーションには何でも投げられたんですよね。それでマネキンも投げてあって、たまたま人のまあ形をしてるわけだからね、そうするとその電車の中のことがあるから、結局自分と重なって見えたんですよ。つまり用がなくなったから捨てられたんだろうと思うけども、人間だってひょっとしたらね捨てられるんじゃないかと。そして自分を考えた時にね、この国の中にあってはね、もう私は捨てる側にいるんじゃなくて捨てられる側にいるんではないかと思ったわけ。それでやっぱり人ごとじゃないわけですよね。それでこの2体のマネキンを最初に拾ってきたんですね。なるほど。ここに置いてあるものの多くはあの骨董というものじゃなくて、はい、我々が使って捨てた日用のものが置かれてます。本当に確かに昔はねゴミステーションにあるものまだまだ使えるものがそのままあの無料でね、そうですね、あの置けたのでそのまま拾っていく人も多かったですし、今はやっぱり袋に入れてっていうか全部バラバラにして、なんなら壊して捨てなきゃいけなくなっちゃった。そうだね、だからあの行政がやるようになってからは、物のリサイクルがなくなりましたね。なるほど、そういう見方もあるな、確かにというふうに思いました。そしてこちらは骨董品ばっかり、骨董品じゃないよっていうところの、まあ、理由の一つにですね、あの全部動くんですもんね。そうですね、そこも館長のこだわりみたいなんです。はい、やっぱり電気製品は動かなきゃダメなんでね、まあ、古いあの例えば蓄音機も、はい、扇風機も、テレビも全部映ります、うちのは。そういう驚くものもたくさんありますし、あとコーナーコーナーで物語があります。あの どうしてここにこういう展示をしているのかというあたりのお話をぜひこちらに来てですね、館長にお話を聞いてみてください。すごく面白いですよ。はい、じゃあ2つ目いきましょう。2つ目こちらです。じゃーん、じゃーん、人生劇場で生活費を稼いだはい、ということなんですが、はい、館長は明治大学、そうですね、あの、はい、言っちゃあれですけれども、館長の頃はね
ながみんな大学行きませんからね。そうですね、まあ、北海道から東京の大学行くって大したもんですね。まあ、私も北大に入れなくてね。いやいやいや大学そうですね、うん、受験勉強もしなかったからね学校の先生に言ったらね、うん、お前は勉強してないからね、うん、早稲田は無理だし北大も無理だと。でそれ以外だったらねどこでも受けても入るだろうということで、まあ、うん、親のことを考えてね、うん、あとは授業料が安いところって言ったら明治しかなかったですからね、うん、明治安かったですよ、私が入った時で1年間の、ね、授業料が3万6千ですから。そうなんですか、から月3千です。あ、うん、なるほど、ね、それに明治大学にね札幌から行きました、はい、向こうではどんな学生さんだったんですか。いや初めのうちは普通の学生だったんですけどね、はい、そのうちね、はい、学生運動に入るようになりまして時代ですね、全然普通の学生さんとは違う、うんうん、学生生活を送ることになりましたね。一応ね4年間のね、はい、うちから仕送りがあったんですけど4年間は仕送りがありました、それで大学は一つ卒業したんですけども、うん、もう一回また明治に入ったんですよね。それでそこからはね、うん、やっぱり親のに金を送ってもらうのはできまずいと思ったんでね、はい、自活しようと思ったんですが、自活して、はい、もう一回入り直したんですか。それで生活費なんですけどね、うん、まあ、家庭教師とかなんかっていうのはどうしても夜ね、うん、時間が取られるわけなんで家庭教師もやったんですけども、うんうん、もう一番やっぱり頭にひらめいたのはね、うん、米の、まあ、駿河台のそばに人生劇場っていうパチンコ屋さんがあって、うん、はい、これパチンコ屋さんですよ、はい、人生劇場パチンコ屋さんですパチンコ屋さん、そこで、うん、パチンコで生活を稼ぐようになりましたね。へえ、パチプロやってたんだ、結構儲かってたんですか。まあ、私の目標としてはね、はい、1日に玉500発、500発、当時で 1発2円ですから、はい、1000円ですね。あ、でそれをが目的で行ってましたね、うん、2時間半ぐらいで大体出ますけどね、うん、はい、まあ、例えばね、うん、パチンコ台っていうのは要するにこういう台があったとして90度、ね、になってるとみんな思ってるんですけどそうじゃなくてね、普通そういうのは少なくて大体前の方に少し傾いてるか、うん、後ろ方に少し傾いてるんですよ。しかも台は平面だと思ってるんですけどね、そうじゃ180度の平面だと思ってるけどそうじゃなくて必ずねこういうふうになってるんです、うん、台って。あとマイクが必ずこうやってつまり上と下からね玉の圧力でもってうちに緩やかな曲線を描くんですね、はい、でそれはダメなんですよ。ダメなんだ、やっぱりねそういうのを外台でやってはダメなんですよ。へだからそういうのがねやっぱりお金を稼ぐってことになるとね、うん、ちゃんと考えます。台も見て昔だからこう釘屋さんがカンカンカンとかやるですね、釘師のおっちゃんがね、うん、終わった後に、うん、直すんですよね、うん、でもそれまでの間はね、うん、夜しかやりませんから、うん、それ前の間は必ずやれるんですよ、うん、台はね、はい、まあ、花台っていうのが入り口の方にあって花台、はい、花台っていうのがあって、それはお客さんが通りを歩いてて、うん、その花台を見た時にね、うん、おこれは出てるなということでお客さんが、うん、フリーのお客さんを入れる台ですね、はい、それからあといっぱい出るってことですか。そうそう、それは出ますけどね、はい、でもそこを大体抑えてるのはね、うん、そのパチンコ屋さんにいつも行ってる常連みたい人たちが抑えてるわけですよ。なるほど。それはもうパチンコ屋さんとその常連さんが暗黙の契約ですね。だから普通の人たちがなかなかハードでやることはできないです。でずっとあと出る台っていうのがあるんですね、うん、出ない台、うん、そして遊び台っていうのがあって、遊び台、それは適当に例えば30分とか40分はね遊べるんだけども出たり出なかったりしてねだけど最終的には出ないんですよ。それからあと出ない台ってのはそれはパチンコ屋さんが儲けるための台であってね、それは誰がやっても出ないですね。だから出る台でやらなきゃいけないと。でそのさっき言ったパチンコの台の立ってる位置とかね、はい、それが歪みとか、はい、そういうのは見てるうちに分かってきます、でその出る台であれば誰がやっても出ます。ただね、そのパチンコの中に当時は手打ちですけどもね、大体15発から20発の球が踊ってないとダメです。下手な鉄砲も数打てば当たるという路線ですね、うんうん、それとあと集中ですね、はい、どこに球を打つのかということがあるんですよ、はい、でパチンコ
コアの左右対称にできてるからね、一番真ん中に打てばいいんですけどね、それは指で弾くんだからそんなこうじゃないですからね、そんなことはできない、ね、はい、私はどっちかというと、うん、真ん中じゃなくて少しね、うん、左寄りのところに球を集中するようにすると、うん、真ん中に行く球が、うん、当然出てくるわけですね、うん、そんだけ研究してたらこうなんですか、ドル箱、じゃんじゃか積んじゃうんじゃないですか、それはね私できると思ってましたけどね、やっぱりパチンコ屋さんとは共存共栄したいですからね、だからそういうことはやらなくて、つまり1000発取ったらね、玉が500発になったら、あのパチンコ屋さんからはさようならしてました。行っても1回ぐらいやってみたいじゃない、うん、でそれは1回だけやったことありますけどね、だいぶそれは普段はやらなかったです。パチンコ屋さんと共存共栄しながら、ね、こちらのこの人生劇場で、そうですね、はい、学生時代稼いでたとおっしゃるね、はい、坂館長でございます。さあじゃあね、あのこちらのお話もね、これからというところも含めて3つ目のキーワードで伺ってまいります。3つ目こちらになります。じゃーん、じゃーん、レコード鑑賞会は25年やってます、はい、ということなんですが、うん、あの先日ね私お邪魔しましたレコード鑑賞会、このまあ、横にあるんですけれども、普通のレコードプレーヤー、まあ、うん、あの45回転のシングルレコードをですね、うん、あの館長が次々かけて、でその曲と曲の間の解説がまた素晴らしい、館長あのお世辞抜きに名解説でございました。私感心しました。毎回来ようかと思って。あ、そうですか、ただね、うん、あのやっぱりかける枚数が多いからね、うん、あんまりその喋ってると、うん、終わらないんですよねだからまあ次々かけていくしかないんですけどもね、レコードたくさんお持ちなんですね、うん、あのうちでは25年はやりましたけどね、うん、同じレコードをかけたことない、あのすごい量があるんですね、うちには、はい、へえ、本当、まあ、この世の花でもね、はい、あのもちろんこの世の花は何回か変わりましたけどね、うん、レコードはみんな違うんですよ。あの時もそうね、25人ぐらいいらっしゃいましたね。そうですね、はい、うん、たくさんの方いらして、すごいですね。あの酒ビスケット食べながらね、コーヒー飲んでね。そうですね、はい、いくらでしたっけね。会費は500円ですね。会費500円、はい、あの格安でね、みんな元に常連さんで。そうですね、昔はもっといろんなレコードかけてたそうでね、でもやっぱりね、うん、やってくれる人がね、うん、やっぱり高齢化してできなくなってしまったので、まあ、これだけはまっついてますけどもね、昔はいろんなことやりましたね、はい、はい、そうなんです。みんなも若かったですからね、はい、私もまだ若かったですからね、もう本当にもう72になりましたからね、あの昔のようにはできないですね、はい、最近はこのレトロスペース作家が面白いって言うんで、うん、若い人がね、あのいろいろイベントやりましたとか、どうですか最近若い人が随分ここを貸してって。まあ、それはあるんですけどもね、うん、問題なのは人が来れば館内はやっぱり汚れていきます。特にトイレが汚れます。でもね、誰かが掃除をしなければね、もう汚れたままですから。そうですね、だからそこら辺のことを単に利用するだけじゃなくてね、うん、例えばうちは物がきれいだったんですけどね、うん、やっぱりあの道路に面してますから、はい、どうしてもホコリが入ってくると、だそれを磨かなきゃいけないですよね、ホコリも払わなきゃいけないと、だそういうことをやるということが前提ですね、それがないと、単に利用するだけの貸しスペースではうちはないですから、はい、うちは私レトロスペースは貸しスペースではないですからね、はい、そうですね、だからあのミニコンの時も、うん、みんなにあのカップを洗ってほしいと、うん、まあ、25人来ればね、はい、お皿と含めて50枚が汚れるわけですから、そうですね、だからそれをね、一人で洗うことはできないです、うん、だからここを使えばね、はい、どうしても土足で入りますからね、汚れます、うんうん、だその時にきれいにしてね、あの入った時と同じような状態にしてくれるってことが前提ですね、うん、ここはお金取ってるわけではないですからね、うん、はい、そうですね、いわゆる貸しスペースであれば、そうです、レンタル料をそれなりに払い、はい、お支払いするので、はい、まあ、あのお手洗いなりお掃除なりっていうのは、の値段に入ってるかもしれないけれども、ここはそういうわけじゃないですもんね、はい、うん、だからそういう風にしないと、うん、こういう会館っていうのは維持できないですね、うん、はい、そうですね、今ご覧の方でもしかしたら何だろう、新しいこと、ちょっとクリエイティブなことをしたいっていう若い人がいっぱいいたとして、うん、だいたい若い人お金持ってないですからね、そうですね、だそうであれば逆にそういうところの配慮がきちんとできてないといけないですね、だと私は思いますね、うん、人のものを借りるんですからね、うん、やっぱりきれいな状態で使いたい、うん、そしてきれいな状態にして返すというのがね、うん、原則だろうと私は思ってます。いや本当そうですね、はい、あの大きい会館はやっぱりそれなりの値段がかかるから、あのお金のある人だけがギャラリー使えるとか、
展示イベントができるとかっていうんだと残念ですよね。そうですね、本当はあのね、公的なところがね、安く使えるといいんですけどね、まあ、札幌はそうなってませんからね。そうですね、あのそういうところもこの場所に来るとあの考えさせられたなというふうに思います。今日はですね、レトロスペース坂会館からお送りいたしました。今日のゲストは館長の坂和孝さんでした。ありがとうございました。さようなら。さようなら。